サッカーは子供を大人にし、大人を紳士にするといった名言がありますが、スアレスやイブラヒモビッチのように紳士的ではない選手たちも存在します。海外の悪童選手を挙げたらキリがありませんが、比較的平和な J リーグにも悪童と呼ばれてしまった選手たちがいます。そこで今回は、やんちゃが過ぎ、悪童と呼ばれてしまったサッカー選手たちを紹介したいと思います。現在バラエティ番組で活躍中の選手もいるので、ぜひ最後まで楽しんでください。森脇亮太の誘ってんじゃん TV が密かに話題となっている森脇亮太。サンフレッチェ広島や浦和レッズで活躍し、太陽の男と呼ばれムードメーカーとしても活躍しました。しかし試合中は対戦相手や審判へのリスペクトを欠く言動が多く、いつしか悪童と呼ばれるようになってしまいます。2017年5月4日に行われた浦和レッズ対鹿島アントラーズ戦において、試合中に小競り合いが起きた際、鹿島ミッドフィルダーレオシルバに対して森脇は臭いと発言。これに対し鹿島ミッドフィルダー小笠原光雄が激怒し、口論となり一触即発の事態となります。試合後、鹿島は森脇の発言を問題視し、マッチコミッショナーへ報告。ヒアリングによると、森脇はレオシルバだけでなく、鹿島フォワードカイオやダビーに対しても同じような発言を繰り返していたようです。森脇本人は口が臭いとは言ったが、口論の際小笠原が言った言葉であり、差別発言や侮辱の意図はないと説明していますが、侮辱発言として問題となり、2試合の出場停止の処分となります。これにはネットでも、結局臭いって言ったのか、小学生じゃないんだからと呆れた模様。口は災いのもとですね。また森脇は2014年8月の FC 東京戦において、 FC 東京フォワード花クソ王子こと平山颯太へ悪質なタックルをお見舞いし、病院送りにします。この時の平山は何度も怪我を乗り越え本調子に戻りつつあった状態でした。その矢先に悪質なタックルを受けてしまい、正直かわいそうです。この平山への悪質タックルが発端となり、森脇は FC 東京サポーターから恨みを買い、毎試合ブーイングされることになります。余談ですが、2014年に行われたナビスコカップ準々決勝第2戦の FC 東京戦において、森脇が誘ってんじゃん、わかるわかると腹心に抗議したシーンは何度見てもじわることで有名です。元チームメイトの牧野にもネタにされ、あるプレーに牧野なりの解説をしてみたでの動画でも紹介されています。これには現役 J リーガーたちも反応し、ガンバ大阪の宇佐美隆は最近で一番笑った、浦和のチームメイト岩波は完全に誘われてる、元浦和のチームメイトで湘南ベルマーレ在籍の山田直樹も、誘いに乗ってしまってごねてる森くんかわいいと微笑ましいコメントが寄せられました。 J リーグ悪童界のキングと言っても過言ではない選手森雄介。試合中は蹴る、踏む、肘打ち、悪質タックルが非常に多く、審判への暴言、給水ボトルを蹴るなど態度も悪い。フェアプレーの精神はどこに行ったのかと非常に心配になるような選手です。2002年当時所属していたベガルタ仙台から警告、退場数が多すぎることが理由で解雇通達を受けたこともあります。また川崎フロンターレ在籍時にはベンチから審判に向かって暴言を吐き、試合に出場していないにもかかわらず退場処分となる珍しい退場も経験している問題児です。川崎フロンターレ在籍時、2009年に行われたナビスコカップ決勝 FC 東京戦に出場。惜しくも川崎フロンターレは敗戦し、準優勝の結果に終わります。しかし悔しさからか、森の態度は非常に悪く、ガムを噛みながら表彰式に参加。大会関係者の握手を拒否し、授与されたメダルをすぐに外すなど子供じみた態度が目立ちました。日本サッカー協会の名誉会長の川淵三郎は、表彰式に臨む態度が非常に悪い、ワーストルーザーだ。当時 J リーグチェアマンの鬼竹健二は、負けたのは己の責任だ、きちんとした態度で表彰式に臨まないと全ての人に対し失礼、賞金を返還してほしいぐらいだ。当時会長だった犬飼元明は、スポーツ界の恥だと批判。この行為が問題となり、川崎フロンターレは準優勝の賞金5000万円を全額返上することとなります。フロントからしたら非常に迷惑な話です。このことで反省するかと思いきや、翌2010年5月16日のジュビロ磐田戦にて、森はボールと関係ないところでパクチュホを蹴り、2試合の出場停止処分。同年9月29日のナビスコカップ準決勝の磐田戦では、試合開始早々にまたまたパクに悪質なタックルを仕掛け、パクは腓骨を骨折し負傷退場してしまいます。そしてナビスコカップ決勝での表彰式の態度や度重なるラフプレーが原因で、川崎フロンターレからも来季契約更新をしないことが発表されます。事実上のクビです。ちなみに人生ダイビングヘッドチャンネルでおなじみのルイージ・ヨコビーアモーレ・ブラボー長友こと長友佑都も、玉川クラシコの際森の肘打ちの被害に遭っています。
また2015年の SC 相模原時代には対戦選手を踏みつけ退場となり、史上初の J1、J2、J3 全カテゴリーでの退場経験者となる不名誉な記録を達成します。全カテゴリー通算14度の退場処分を受け、当時の記録を塗り替えました。現在は引退し、サッカースクールのコーチを務めていますが、子供たちにラフプレーは教えないでほしいものです。ちなみに2010年4月にラモス・ルイがコラムで日本代表に呼んでほしいプレイヤーとして森を挙げています。癖の悪さやラフプレーを除けばサイドバックとして優秀な選手だった印象です。ラモス・ルイにも認められる実力を持ちながら、なんだか残念ですね。ディフェンダーとして清水エスパルスやガンバ大阪などで活躍した岩下圭介。2014年ガンバ大阪在籍時にはガンバ大阪の国内3冠獲得にも貢献しました。しかしながら彼もまた肘打ちや踏みつけ、ラフプレーなどから悪童の印象が強い選手です。そんな岩下ですが、ガンバ在籍時、手癖の悪さがあらわになったエピソードをいくつか紹介します。2015年5月10日、サンフレッチェ広島とガンバ大阪の一戦にて、セットプレー後、歩いている広島の清水康平の顔面になぜか肩をお見舞い。ボールと関係ないところでのプレーですので、かなり悪質です。この行為により岩下とガンバ大阪は J リーグ規律委員会から厳重注意を受けます。しかし反省していないのか、翌12節の川崎フロンターレ戦でも岩下は川崎フォワード大久保嘉人にラグビーまがいのタックル、抜かれれば決定機だったこともあり、岩下のプレーには賛否両論の声が上がりました。また岩下と広島清水康平の2人の関係には続きがあり、翌2016年の広島戦にてファールを受けたことに対して抗議をしている清水に背後から近づき頭をわしづかみにします。この後両チームの選手が入り乱れる騒動に発展。時間稼ぎだったとの見方もあるようですが、頭をわしづかみにするのは擁護できません。ちなみに試合中素行の悪い岩下ですが、意外と義理堅い性格をしており、ガンバ大阪が J2 に降格した際も男気残留、加えて面倒見のいい兄貴分として当時ガンバ大阪に所属していた宇佐美隆ら後輩選手から慕われていたようです。また後輩選手たちからだけではなく、ガンバサポーターからも兄貴として愛されていました。2020年に引退し、現在は日本サッカー協会の登録仲介人として活動しています。さらに2023年6月に静岡市内にもつ鍋屋をオープン。岩下曰く、清水エスパルスからガンバ大阪に移籍するときにサポーターの方々にメッセージを残せていませんでした。いつか静岡にお店を出して本返しができればと思っていましたと語っています。ラフプレーで悪目立ちしていますが、やはり意外と義理堅い性格なのかもしれません。3年連続得点王、 J1 通算得点歴代1位の輝かしい記録を持つストライカー大久保嘉人。引退後はバラエティ番組への出演やサッカー解説者として活躍中です。引退しすっかり性格の丸くなった大久保ですが、現役時代はやんちゃなプレーも多く、警告枚数は J1 歴代最多となる104、退場数も12と不名誉な記録を持っています。ネット上でもカードコレクター、犬久保など散々ネタにされていた印象です。また試合中の相手選手及び審判への暴言、相手サポーターへの挑発、キャバクラセブン事件、イベントでスタジアムに来てくれた藤原紀香さんに対し、関係ないです、おばさんですからとフェロモン女王をバッサリ切るなど、ピッチ内外の言動でもたびたび話題になります。本人は意図して演じていた部分もある、自分にプレッシャーをかけていたと語っていますが、それにしてもやんちゃすぎる印象です。退場した試合が多いので何試合かピックアップして紹介します。2001年4月14日のジュビロ磐田対セレッソ大阪戦、当時セレッソ大阪に所属していた大久保はスタメン出場を果たし、前半8分にプロ初ゴールを決めます。しかし前半32分に磐田ディフェンダーの元日本代表田中誠とプレーと関係ないところで小競り合いになり、両者にレッドカードが出される事態に。プロ初ゴールとプロ初レッドカードを一度に記録した試合です。また2003年の浦和戦では浦和ミッドフィルダー鈴木啓太への肘打ちで一発レッド、2016年の大宮戦では大宮ミッドフィルダー横谷への頭突きでレッドをもらうなど、数えればキリがありません。さらに日本代表戦でも退場歴があり、2008年ワールドカップアジア3次予選オマーン戦では後半28分に相手ゴールキーパーと交錯、相手ゴールキーパーの足が大久保の股間に入ったことで激高し、思わず蹴り返してしまいます。報復行為により一発レッドで退場です。ちなみに大久保は過去にも代表戦でレッドカードをもらっており、その時は試合早々のファールでイエローカード、その後シミュレーションにより2枚目のイエロー、キックオフわずか18分で退場しています。こんなカードコレクターの大久保ですが、引退会見の際、
審判の皆様には迷惑をかけましたので、そこは謝りたいです。もうサッカー選手ではなくなりますが、レッドカードはもらわないようにしたいと語っています。また悪童と言われていましたが、その人間臭さからかどこか憎めないところがあり、多くのサッカーファンから愛されていた印象です。現在もバラエティ番組などで活躍しているので、今後もカードをもらわないように活躍してほしいですね。余談ですが、紹介したオマーン戦はガチャピンこと遠藤康人がコロコロ PK を決めますが、直後のオマーンの PK の際、オマーンの選手が遠藤のコロコロ PK を真似て失敗します。ボールスピード、コースともに中途半端でなんだかじわります。コロコロは見かけ以上に難しく、一朝一夕でできるものではありません。今回はやんちゃが過ぎ悪童と呼ばれてしまったサッカー選手たちを紹介しました。相手を怪我させるなどの危険で悪質なプレーはやめてほしいものですね。なお鈴木優馬のエピソードは他動画で紹介していますので、そちらを見ていただけますと幸いです。他にも紹介しきれなかった選手がたくさんいますので、皆さんぜひコメント欄で教えてください。それではまた。